カリフォルニア在住の映画評論家町山智弘さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週は3本立てで映画をご紹介いただきまして、はい、で、はい、デカミちゃんと私石山は、はい、2本そのうち被害者が容疑者となる時、はい、と、ガザ素顔の日常をそれぞれ見てきました。すごい、1週間で2本も大変でしたね。いやいやいや、ありがとうございます。でも2本とも、はい、まあ、3本ともね、あのコンクリートユートピアもまた後ほど、ね、もちろん見ようとは思ってるんですけど、はい、被害者が容疑者となる時は、はい、ね、ちょっと多分私もレンゲちゃんも同じようなこう重たい気持ちになったかなという感じなんですけど。そうなんですよね。なんか被害者の証言っていうことがただそのままこう受け取られず、はい、女性が嘘をつくという思い込みがまずあって、はい、そこからこうどうやって捜査が進められていくかというか、うん、もうその加害者に対して本当にこんなに、ずさんな、はい、まあ、うん、ほぼ捜査がされないっていうことは本当に衝撃的でした、ね、で実際のその取り調べの映像がね、はい、入ってるんですよって話で町山さんからも伺ってたんで、はい、こう覚悟してみたんですけど、はい、ちょっと想像以上にイライラしましたね、うん、怒りが、ね、本当にその被害者にはそれ本当、はい、なんか嘘ついてんじゃないのぐらいの、だって監視カメラと言ってること違うよみたいな感じで詰めていくのに、うんうん、別に監視カメラも実はなかったみたいなことが明らかになっていて、はい、撮ってないんですよね、嘘の証拠で相手をこう偽証したと言っていくって本当に怖いですし、はい、その性被害に遭った人をこう嘘つきだって、はい、言ってしまうことの、はい、そういう行為の恐ろしさもすごく感じる映画でした。そうなんですよね、はい、だからこれアメリカなんですけどね、はい、だからその冤罪だとかいう前に、はい、まあ、なんかそういうそのなんか冤罪みたいな被害に遭うことに対する寄り添い方ももちろん大事なんだけど、はい、その前に性被害に遭ったとされているっていう状態の人に対してどういう態度を周りは取っていくべきか、まあ、警察はもちろんねちゃんとこう法に習ってやっていけばいいけど、その周りのそのニュースを見た人たちがどういう態度を取っていくべきかなんて、はい、ちょっと考えたら分かるだろうと思いました。実際にどうなのかという以前にその、まあ、性被害を訴えた女性の方をガーッと叩くっていう状況っていうか、うん、まあ、そういう世間だと、うん、もうその後女性は訴えられないですよね。そうなんですよ。こんな世の中だったら私は黙ってよってなっちゃうんで、うん、ますます加害者にとって都合のいい世の中になってくんで、うん、事件のその実際が分からなくても、うん、訴えた女性を叩くのだけはその後の世の中が悪くなるからやめるべきですね、うんうん、そうですね、本当にそう思いました、はい、そしてもう一本、はい、ガザ素顔の日常という、うん、ガザ地区の、穏やかなその、ね、戦争が起こる前の生活を追ったドキュメンタリーも拝見しまして、はい、すごくこう映像が美しくその、はい、ガザの地区の中で暮らす人に会いに行くような映画だったんですが、はい、やっぱり今の状況を思うと本当にこう胸が苦しく、うん、今みんなどうしてるかなっていうのを、はい、ね、思いますし、うん、戦争前も別にすごく平和というわけじゃなくて、うん、ガザに住んでる方はまたいつ起こるかわからないっていう覚悟を持ちながら、うん、でそのすごくすごく狭い家にものすごい数で暮らして、うん、なんか戦争前の平和な日常を描いたものですっていうつもりで見るともちろん映像綺麗なんだけど、うん、はい、そもそもガザ地区っていうものが置かれてる状況で、うん、今の現状っていうのに対して、はい、なんか世界中で無視するのは絶対違うだろうって思いましたね、うんうん、ね、でこれ映画の中で映ってるものすごく子供がいるところでね、ガザ地区って、はい、うん、子だくさんでね、うん、1人あの1家族10人とか子供いるんですけど、うんうん、でこのあと要するに、まあ、ものすごいイスラエルの攻撃があって、うん、もう現在までに10月から2万人以上ガザで死んでるんですが、そのうち1万人以上が子供でね、いや、でこの映画でニコニコ楽しくみんな笑って遊んでた子供たちのうち何人かは亡くなってるんですよね、もうすでにね。それをすごい思っちゃいましたね。ここに、うん、はい、この映画に協力してくれた人たちの中で、はい、
うん、今ね、はい、その生きてる人っていうのがちゃんといるのかな、はい、みたいなのを考えると結構、うん、そうなんですよ、うん、この間国連でね、南アフリカ政府がガザでイスラエルがやってることは虐殺行為なんだということで、うんうん、その停止を求める、決議をですね、うん、まあ立ち上げたんですが、はい、日本やアメリカはそれに対して賛成してないんですよね、まだね。うーん、はい、これみんなで止めることができることなので、はい、それはまあ日本の人たちもやっぱりこれはやめさせるべきだということで、うん、まあ意見をね、うん、まあ国の方に上げていかないとならないなと思ってるんですけど、はい、そういう審議も全然なんか日本は国会の方でねあんまりやってないんですけどね。そうですね、はい、で今日はですね紹介するのは、はい、まあ、世界で一番ひどい国の話ですね、はい、北朝鮮ですよ。うーん、はい、ビヨンドユートピア脱北というドキュメンタリー映画です。これアメリカ映画です。ほう、はい、アメリカのスタッフが女性監督なんですけれども、うん、マドレーヌ・ギャビンさんという人がまあ、北朝鮮から逃げてくる人はいっぱいいるんですけど、それを全部どうやって逃げるかっていうのを撮った映像が存在しないんですよね。はあ、それを撮ろうってことになった映画がこのビヨンドユートピアです。はい、脱北というのは北朝鮮を脱出する人のことですね、はい、脱北者、うん、はい、でどうやって撮影するかっていうことが大変なんですけども、ね、うん、これねキム・ソンウンさんという牧師さんがいて韓国に、はい、その人が今までね1000人以上の人を北朝鮮から脱出させて韓国で、助けてきた人なんですよ、うんうん、でその人のことを知った監督マドレーヌ・ギャビンさんがなんとか今度助けるときに撮影してくれないかと、はー、はい、いうことでですね、撮影が始まるんですけども、うん、はい、まず最初にですね北朝鮮からこの韓国に逃げるときはどうしたらいいかってことなんですが、うんうん、はい、北朝鮮と韓国って隣同士ですよね、うん、南北で、はいはい、で38度線っていう緯度38度のところに軍事境界線があるんですけども、はい、昔はそこを抜けることができたんですよ、はい、今抜けることはほとんど不可能なんです、うんうん、ものすごい両軍のその、まあ軍事的なですね拠点なんで、うん、なんだっけ2000万個以上の地雷が埋まってるのかな、200万だっけ忘れた、一桁違うけど、うんうん、まあ、とにかく地雷の数が多すぎて、はい、もうそこを通り抜けることはできないんですね、うん、でじゃあどうするかというと北朝鮮の上は中国なんで、はい、その中国と北朝鮮の国境って川なんですよ、トマンガンという、ね、その川を渡って中国に抜けるっていう方法しかないんですね現在、うん、で、まずこれねこの脱出させる家族が出てくるんですけど、北朝鮮に住んでたローさんという一家が中国で、中国に脱出するんですね、はい、で実はそのこの牧師さんのところに突然かかってくるんですよ電話が。でそのこの家族をね中国でなんていうか保護したぞと、うんうん、中国人からかかってくるんですよ、うん、ね、でもし彼らを生かしたいんだったら金をよこせ、もうそれはまた人質みたいな状態ってことですか。人質なんですよ、でもし金をよこさないんだったら彼らはその中国政府の警察に売ると、そうすると北朝鮮に送り返されちゃうんですね、うん、で中国政府に渡すと1万5000人民元をもらえるらしいんですよ。1万5000人民元、これね映画の中でねその地方の、まあ、北朝鮮との国境地帯の中国の、はい、平均年収の半分ぐらいらしいんですよ。うわー、大金ですね、うん、だからそれ以上渡さないとなんないの。ね、でなんでまずそのロー一家というのは一体誰だろうってことになるんですよ牧師さんの方で、はい、そうするとで探すとその北朝鮮から逃げてきた人たちのグループの中に、うん、その一家の、お兄さんがいたんですね、うんうん、でそのお兄さんが前に北朝鮮を脱出したんで、うんうん、その北朝鮮に残された親戚はみんな追放者リストというのに入れられるらしいんですよ。はあ、追放ってのはどこに追放するのかというと北朝鮮の山奥に追放されるんですね、収容所があって、はい、でそこで強制労働させられるんですけども、それがまたどういう強制労働かというと、例えば炭鉱での強制労働だと最初ツルハシとか持って石炭を、ね、掘らされるんだと思って行ってみると、はい、北朝鮮お金がないんでツルハシもないんですよ。あ、じゃあ何でやるの。素手で凍った石炭を掘らされるんですよ。えー、
そういうすごいとこなんで、まあ、ほとんど死んじゃうんですね、そうですよね、もう労働っていうか、はい、まあ、拷問に近い、ね、拷問に近いんですよ、はい、でそのもともとその、まあ、最初にそのローさんとか脱出してきた経過っていうのは、あの北朝鮮ではそのちょっとでも政府の悪口を言ったりすると、まあ、それが密告されて点数になるんで密告するやつがいるんですよ、はい、で密告されて例えば新聞紙をね丸めてタバコにしたりしてると、うん、その新聞紙にそのキム・ジョンウンさんの、あの、写真が印刷されてると不敬罪ってことで逮捕されちゃうんですよ、でちょっとでも最近生活大変だよねって言ってるともう逮捕なんですよ、愚痴も許されないされないんです、で逮捕されると今度はお前はスパイだろってやられるんですよ、うん、で拷問されて痛いから、うん、はいスパイですって言うともう今度スパイになっちゃうんです、だからもう脱出するしかないんですよ、一旦そういうふうに疑われ始めたら、うん、だから脱出したんですけども、はい、そうすると家族は今度は向こうで人質に取られる形で収容所に送られちゃうんで、でその一家がローさん一家が脱出してで中国で、まあ、中国の、まあ、そういうのを見つける人間狩りをしている連中がいるので、うん、それに捕まって、彼らはその牧師さんを知ってるんですね、そのもう千人も逃がしてますから、であいつに言うとお金をくれるってことで電話してきたんです、でこの辺がね、最初から最後までこのロー一家が、脱出する過程を撮ってるんですけど、撮影してるんですが、はいはい、最初の方はその中国のその、まあ、脱北者ブローカーの映像なんですよ、うん、はー、要するに証拠品として人質の映像を送ってくるんで、それが使われてるんですよ、わー、すごい怖いんですよ、作品ですね、そうですね、すごい作品なんですよこれ、結構ギリギリのとこを攻めてるんで、でまずどうしようってことになって、そのお金を渡しても、まあ、大抵持ってかれちゃうんですって、はい、詐欺みたいなもんだから、うん、で彼らも売られちゃうと、うん、でどうするかってことで、やっぱりこのお兄さん、先に脱北したお兄さんを送り込むんです中国に、結構危険ですよね、はい、めちゃくちゃものすごい危険なんですよ、はい、でもそれ以外できないんですね、その逃がし屋と言われているブローカーは大抵信用できないんですよ、うん、で特に問題なのは、あの娘さんがいるんですよ、ちっちゃい子が、はい、3歳の女の子と5歳ぐらいの女の子2人いるんですが、うん、はい、人身売買される可能性がある、うわ嫌だ、女の子だから、あで特に中国の奥地の方で一人っ子政策をずっとしてたんで、うん、男しかいない村がいっぱいあるんですね、うん、そこに嫁として売られるだろうと、いやだからもうそのお兄さんが行って、彼らを守るしかないんですね、お金すごい持たされるんですよ、それで、うん、ね、そのお金はその牧師さんがみんなから集めてるんです、寄付で、うん、はい、でまあそのお兄さんが、彼らロー一家に同行して、中国を抜けるんですが、その後ベトナムに入っていくんですね、はあ、でこれね、中国からベトナム、ね、うん、ベトナムからその隣の国ラオス、うん、でそのラオスをさらに越えてタイまで行かないと韓国に来れないんですよ、わ、ぐるーっと回ってくるんですね、めっちゃくちゃ1万2000キロだって、接する回り道だった、本当ですね、本当接する、一番近いのに韓国が、でそれがとにかく中国政府が北朝鮮に全部その見つけた脱北者を送るってことになってるんで、うん、はー、それとベトナムとラオスも一応社会主義国なんで、はい、北朝鮮と国交があるんで、そこでも見つかったら送られちゃうんですよ、うわ、で中国からの飛行機に乗っても韓国には行けないんですよ、うーん、すごく厳しいんで、そういう脱北者がいるんじゃないかってチェック入るんで、だから陸路で移動したりしなきゃならないんですね、ずっと、うわ、飛行機に乗れるところもあるんですけど、その辺は微妙 でこのお兄さんが行って飛行機に乗せるんですけども、韓国には来れないんですよ、でベトナムに入るんですよ、でベトナムでまあ、リレー形式で今度はそのアメリカの監督ね、この、女性の監督とその牧師さんがそこで、彼らをキャッチするんですけど、どうしてかっていうと、な、中国から行けばいいじゃんと思うんですけど、この牧師さん中国で指名手配されてるんですよ、まあ、こう手伝っているからですか、手助けしてるから、そうなんです、あのね、仲間の一人がね、北朝鮮政府に捕まって拷問されて彼の名前言っちゃったんですね、あで中国にはもう入国できないんですよ、うん、はい、でね、
なぜこの牧師さんがずっとこういうなんていうか1000人以上の人を北朝鮮から脱出させてるかというとですね、はい、初めて脱出させた人は奥さんなんです。じゃあもともと北朝鮮にいらした方なんですか、キム？違うんですよ。えこれね、この牧師さんはね、もともとあのキム牧師は布教のために中国を回ってたんですよ、キリスト教の。はいはい。で北朝鮮と中国の国境地帯に行ってその布教をしてたら、そこに北朝鮮の政府の、まあ、軍人の奥さんがいて、偶然会ったんですね。そして恋に落ちちゃったんですよ、二人が。でどうしてって聞くんですね、このカメラの人が、あの監督がね、奥さんに、はい、どうして、ね、この牧師さん好きになったんですかって聞いたら、うん、太ってたからってぽっちゃりしてね、どうしてって、北朝鮮は食べ物がないからぽっちゃりした人を見たことがなかった。ぽっちゃりしてる人はキム親子だけだった。キム・ジョンイルと、キム・ジョンウンの親子以外の男性で太ってる人を見たことがなかったんですよ、彼女は。でその二人を尊敬しろって言われて、その二人は神だって言われて育ったから、この牧師さん見て神だと思ってた。かっこいいってなっちゃうのか。かっこいい。そうか。なんか脱北をする状況に追いやるというか、はい、まあ、そういう国を作った人を尊敬して、うん、まあ、素敵だというふうに刷り込まれて、刷り込まれて、それでキム牧師と出会っているっていうのが、なんかすごいこう複雑な気持ちになりますよね。複雑ね。ね、笑うとこかなと思いましたよ、僕見てて。いやー、確かに。なんか ね、最初聞いてたら、なんか本当に韓国の映画みたいな話だな、みたいな、はい、国境を超えた愛みたいな、ロマンチックな話かなと思ったら、全然現実でした、ね。そうでもないんですよ。なんか、なんか、どう捉えていいのかわからないけれど、これが本当のことかっていう感じがしました。そう。ねえ。で、この奥さんを、まあ、韓国に連れてこようってことで、どうしようっていろいろ考えて、で、それが最初の体験なんですよ、この牧師さんにとっての。でもそこからね、自分の愛する人だけにとどまらず、ここまで何千年千人協力してきたってすごいですね。はい、はい、だからそれさっき言ったみたいに、脱北者がいると、脱北者の家族が北朝鮮で迫害されるから、うん、またその人も助けなきゃならないと、いうことで芋づる式に助けていくっていう形らしいんですよね。なるほど、なるほど。はい、で今までにね1000人以上助けたんですけども、はい、この牧師さん、まあ、キリスト教徒としてのですね、まあ、信念があってやってるんですが、うん、その2人の間に息子さんが生まれて、息子さんもまだ若いのに、この脱出作戦に参加するんですよ。ところが息子さんはその脱出作戦中に事故で亡くなっちゃうんですよ。うわ、そっか。もう本当に辛そうでしたね。そうですね、でもそれでもやめないんですよ、このキム牧師は。今ももう命がけでやってるんですけど、でまたベトナムに行くと、ね、ベトナムとラオスの間って、実はラオスってものすごい山岳地帯なんですよ、はい、でジャングルなんですけど、そこを越えるしかないんですね、はい、国境を正式に越えることはできないから、でそれも10時間以上山の中を歩かなきゃなんないんですけど、このねロー一家ってね、一人80過ぎのおばあちゃんがいるんですよ、おばあちゃんに山登りを、ね、そう、道ないんですよ、ジャングルで、しかもものすごいその山でね、険しい、でしかも3歳の女の子と5歳の女の子がいるんですよ。わ、ほとんど不可能に近いんですよ、はい、でしかもそれを案内するブローカーね、この北朝鮮から脱出する人たちをね案内するブローカーのね、ほとんどがね金目当てなんですよ。人道的にやってるわけじゃなくて儲かるからやってるんで、はい、全然信用できなくて、ジャングルの途中でもっと金出さないと本当の道を教えないよとかやらかすんですよ。頭痛くなっちゃう。人の心あるのって思っちゃいますけどね。だって目の前で見てるわけじゃないですか、その家族を。そうなんですよ。子供とか泣いてるんですよ。ね、でも全く信用できないんですよ。はい、だから本当に怖いの。どこに連れてかれるのか分からないんですよ。そうですよね。
でまた今度ラオスに入るじゃないですか、はい、ね、でラオスに入ると今度タイに抜ければなんとかなると、うん、ね、ところがタイとラオスの間メコン川という川があるんですよ、大きい川、はい、ものすごく大きい川ですね、はい、タイは一応アメリカ側の国なんですね、韓国とか日本とかと同じ、はい、ただメコン川とラオスの国境線というのはあの有名な黄金の三角地帯というですね、はい、アヘンの、ね、うん、あの密売をしている山岳民族がいっぱいいるところで、うん、その川は麻薬を運んでいるところなんですよ、はい、危ない、ね、だから国境警備隊は怪しい船を撃ってくるんです、うん、ものすごい危険なの、でももうそこしかないんですもん ねそこしかないんです、そこ以外にないんですよ方法が、うわ、そういうね冒険映画みたいな感じの内容なんですね、もう次から次にまだあんの試練がみたいな、うん、まあすざましいんですけど、ただねこれね逃げてる間ずっとねおばあちゃんとその子供たちは逃げたくないって言うんですよ、北朝鮮帰ろうって言うんですか、そういうふうに教えられてるからなんですね、そうか、いい国だぞって教えられてますもんね、いい国だぞって言われて、うん、世界一のいい国なんだと、うん、で他の国がいいっていう噂とか、まあ、写真とかも出回ったりするんですけど、うん、それはフェイクなんだって言われてるんですね、そうか、そうか、北朝鮮のいい国は他にないんだから逃げてもしょうがないと、うん、いうのと、もう逃げると殺すっていうふうに言われてるから、うん、要するに近所の人とか次々と消えていく世界なんで、だちょっとでも人にあの政府に逆らうと殺されると思ってるから、逃げてる間もいや逃げたくない逃げたくないって言ってるんですよ、でね、ベトナムのホテルでね水道の蛇口をひねるとお湯が出てくるんですよ、はい、でびっくりするんですよみんな家族全員で、へー、北朝鮮水とか出ないんですよ、そっか、大変なんですよ、うん、お米を研いだその研ぎ汁なんかも全部飲んでるんで北朝鮮の人は、水が貴重なんで、雪降ってない時水全然ないんですね、非常に乾燥してて、うん、はい、であと子供にお菓子をあげるんですけど、うん、はい、なんだかわかんないですちっちゃい子、お菓子食べたことがない見たことがない、お菓子だともならないんですね、ならない、喜ばないの、そう、何これ何ってなって、うん、これすごいんですよ、でおばあちゃんにね、はい、本当のこと言ってと、うん、北朝鮮ってどういうとこね、あの北朝鮮政府ってどうって聞くと、うん、素晴らしいですって言うんですよ、うん、でいや本当のこと言っていいんだよって言っても、うん、素晴らしいですとしか言わないんですよ、うん、でそういうふうにもう完全に洗脳されてるから、うん、ただおばあちゃんが言うのは、あなたたち撮影してくれる人はアメリカ人ですよねと、うんうん、すごく優しいですね、でもずっと私はアメリカ人は人殺しの鬼だと教わってきたんで、うん、何が何だかわからないですって言うんですよ、わー、うーん、切ないな、ね、ものすごいきついんですけど、うん、で学校では何を教えられてたのって聞くと、北朝鮮学校では勉強なんかろくに教えないで、うん、ずっとマスゲームの練習ばっかりさせられてるとかね、うん、その金親子を称えるためのマスゲーム以外の勉強何も教わってないんで子供たちが、まあ生産性も何もないですよ、うーん、何にもできない人ばっかりが次々と生み出されるんですよ、うーん、踊り以外に、うーん、そっか、まあすごいんでね、まあとにかくこれはすだまじ映画で、もうすぐ公開なんです、はい、今週公開かな、あ、12日、先週の1月12日より公開中です、あ、公開中です、うん、はい、はい、とにかくね何が大事かっていうと、政府を批判することが自由にできることが一番大事なんですね、そうですね、それができないとこうなっちゃうんですよ、うーん、ちょっと人事じゃないような気がして怖いですし、まあ、ね、しっかりちょっと心してみようと思います、はい、はい、今日は公開中の映画ビヨンドユートピア脱北をご紹介いただきました、はい、町山さんありがとうございました、どうもでした、以上アメリカ流れ物でした。